無茶ばかりして。調査兵団として、感謝するよ。よく来たね。君の噂は聞いてるよ。私はならば、こっちはゲルガーだ。一応場数だけは踏んでるからな。何かあったらいつでも俺たちを頼ってくれていいぞ。で、君の隣にいる大男がミケ・ザカリアス分隊長だよ。気にしなくていいぞ。初対面の人の匂いを嗅いで鼻で笑うのはミケさんの癖なんだ。ついでに教えておくと、ミケさんは嗅覚がすごくてな、巨人が姿を現す前に匂いで察知できるんだ。しかも調査兵団の中ではリヴァイ兵長に次ぐ実力者なんだよ。雑談はそれくらいにしておけ。ちゃんと教えとかないと、ただの変人だと思われるよ。お前には兵站拠点の設置任務に加わってもらう。兵站拠点というのはわかるか。次の壁外調査の航路上に拠点を築いて、あらかじめ行軍に必要な物資を運んでおくんだ。壁外での作業になるから、本来は兵団配属前の新兵にやらせるような任務じゃないけど、君は大丈夫そうだね。ビビらないなんて大した度胸だな。今回は壁外といっても遠くまで行くわけじゃないから、そこまで危険なことにはならないと思うよ。だが確実に巨人はいる。死にたくなければ気を引き締めて臨め。いいな。この町の中心部に兵站拠点を設営する。総員、準備作業に移る。お前は俺と来い。町の周囲に見張り用の拠点を築く。設営できる拠点の数には限りがある。無駄な設営は控える。いいな。助かるな。
大体の巨人の位置は鼻でわかる。落ちた。どうだ。いたか。調子でやれ。救援要請か。行くぞ。拠点は任せ。倒す。どうだ。いたか。頼んだぜ。任せておけ。落ちた。のような匂いのやつはあまりいない。見張り拠点の設営は失敗したか。みんな周囲の警戒を怠るな。よかった、無事だとは思ってたけどね。ここからは私たちも合流するよ。兵団拠点の設営が済むまで片っ端から巨人を討伐してやろう。すぐに任務に取り掛かれ。油断はするなよ。どうだ。手が足りねえな。これで増援を呼びに行けるぜ。倒す。どうだ。頼んだぜ。分かった。お手形。分かった。苦戦してんのか。言ってやらないとな。お願いします。分かった。
さあ、壁外での任務はこれで何度目になるんだろうな。さあね、いちいち覚えてないよ。これが最後の任務にならないよう最善を尽くすんだな。任せとけ。かなりの窮地らしいな。間に合えばいいが。いいな。倒す。ゲルガーさん、お願いします。分かった。いい手応えだ。どうにもならん。任せとけ。
拠点を立ててくれ。出るとは。エルガーさん、頼みます。お前だ。いいぞ。だが突っ走りすぎるなよ。すまない。俺は増援を調達してこよう。兵站拠点の設営が完了したようだ。撤退の準備にかかってくれ。よし、これで任務は完了だね。お前、いい仕事ぶりだったぜ。兵站拠点の壊滅は作戦の失敗と同義だ。巨人が集まる前にここを離れなければ。ここまで近づいて気づけないとは。総員撤退。巨人を討伐し、急ぎ退路を確保せよ。なぜ？エルガーさん、頼みます。任せとけ。そこを守って、奴らを止めて。了解だ。救援要請か。行くぞ。早く退路を確保せねば。さらに巨人が集まり、兵站拠点が壊されてしまう。邪魔だ。奴らに兵站拠点を荒らされる前に迎撃用の拠点を設営しておきたいね。手を貸してくれないか。まずは付近の巨人を討伐しておくぞ。荒らして。どうだ。
だ。お願いします。そんな手了解だ。すごいじゃないか。おった拠点の設営作業に移ろう。お前も言ってくれるか。ああ、了解だ。よかった、大丈夫そうですね。裏口を叩いてる暇はねえ。行くぞ。
了解。はい、ダラバさん頼みます。分かった。感謝します。討伐する。行けます。任せとけ。
ナーさん、俺ハンジさん頼みます。任せとけ。倒す。ナナさんお願いします。了解だ。確保した。総員、直ちに撤退せよ。なんだろう、様子がおかしいね。ああ、妙にざわついてるな。あ、三毛分隊長。どうした？何か事件か？被験隊が捕獲した巨人が2体とも殺されたんです。犯人は？まだ見つかっていません。見張りが気づいた時には立体軌道で遥か遠くに行ってしまっていたそうです。兵士の犯行か。で、判事は？しばらく立ち直れないかと。だろうな。Thank you.
俺がやらないといけないんだ。ありがとよ。珍しいな、お前がこんなところに来るなんて。もしかして兵長を訪ねてきたのか。そっか、さっき中の掃除の様子を見に行ったから、そろそろ戻ってくるんじゃねえかな。そういやお前、最近すっげー頑張ってるらしいな。先輩たちも噂してたぞ。おい、何を喋ってやがる。口を動かす暇があるなら手を動かせ、エレン。はい、すみません兵長。それでなぜお前がここにいる。まあいい、むしろ好都合だ。ちょうどお前に話があったんだな。エルヴィンからの指示だ。今後お前にはエレンと一緒に俺の個別指導を受けてもらう。個別指導。さあな、理由は俺も知らん。まずは弊社の大掃除からだ。今後の予定を開けておけ。いきなり個別指導なんて、どういう風の吹き回しなんだろうな。おい、今兵長立ち止まったぞ。絶対聞こえてるって。ということだ。落ち着くな。死にたくねえよ。やるわよ。
いものが揃っているよ。また来てくれよ。また来てくれよな。いいし流す。また来てね。いらっしゃい。また来てちょうだい。しばらく何もないよね。まずい状況だ。クソが。いいものが。また来てくれよ。ルシー、また来てくれよね。おい、なんてザマだ。ありがとよ。な、お前か。どうだ、飯まで少し話してかねえか。ああ、さっきまでこいつらとお互いの夢とか目標とかの話をしてたんだ。ああ、早く一人前の兵士になって巨人を駆逐する。そして外の世界を自由に探検する。それが俺の夢だ。私の夢は巨人から土地を取り戻すことですね。そうしたら食料は増えますし、ゆくゆくはお肉も。サシャはほんとそればっかりだな。あ、俺にもあるぜ。立派な兵士になって村の奴らを見返してやるって目標がな。で、お前は確か。あなたが団長になったら、もっと兵士に肉を食べさせる制度を作ってくださいね。団長になるとか、やっぱりお前面白いやつだな。それでいろいろな肉料理を。いい匂いがします。そろそろ夕食の時間ですね。本当だ、腹減ったな。じゃ、俺たちは先に食堂に行ってるぜ。まあなんだ、
お互い夢を叶えられるようにこれからも頑張ろうな。よし、俺たちも飯を食いに行こうぜ。新兵か。Thank you.